いや、ごめん、ちょっと休憩して、考え直した。今、この気持ちでやらなきゃダメだ。冷静になった状態で考えちゃいけないわ。この今の私の状態、気持ちで考える。刑事さんは、屈するなって言ってくれた。で、緑に6番を選べって言われている。で、覚悟の上で、刑事さんは不正を働いた。なのであれば、私は刑事さんのことも、銀くんのことも、信じたい。だから、私は、6番を選ばない。もう答えは出ている。緑は4番。銀は6番。4番を選択するのか。うん。後悔はない。本当に、いいんだろうか。私は刑事さんを信じる。大丈夫。押せば、すべてが終わる。銀を救い、緑を倒し、そして、刑事さんが、大丈夫だよ、サラちゃん。刑事、さん。手が震える。それでも、残っている最後の力を手に込めて、棺を選んだ。おやおや、果たして正解は出るのか？重宝してやったんだ！なのに！やめればよかった！こんなこと！死が、こんなに恐ろしいことだなんて！これまで散々私たちをもてあそんできた報いだ。終わった。お見事！ヒットしたのは緑！これにて、挑戦者チームが勝利！だが、代償を払う必要があるようだ。そんな！刑事を守れ！そんなこと、絶対にさせません！不正は罰する。抵抗するなら、全員やっちゃうよ。それでも、どかない。もう、仲間は殺させない！ほう。必要ねえぜよ、サラ。何言ってるんですか？全部、話す。ん？え？そういうこと？
たりの損傷を治しておきました。左目が今見えるのって、緑の体、もらったから。九太郎さんの体、もう、あの事故のせいで、人形になっちゃってた。ってこと？え？すまんぜよ。ずっと騙してて。これが、俺の正体かや。どういう、こと？何が何だか、わからない。俺は、本物の九太郎じゃねえ。ハンナキーに用意された、人形ぜよ。え？ちょっと待ってよ。じゃあ、7番に入ってたのって、九太郎さん。だから不正じゃないってこと？九太郎さん。なんでそこまで。人形。刑事も、わけわからんって顔やな。正直、ね。だって、おまわりさんはすべて見透かされた通り、棺に緑の首輪を入れただけだ。そうやな。俺たちは首輪を入れた後、別行動を始めた。敵を騙すにはまず味方からって言って、サラちゃんだけじゃなくて、刑事さんのことも騙してたんだ。九太郎さんは。刑事は5階へ。俺たちは再び墓地に。なんで、墓地に戻ったんだ。実は、限界だったぜよ。前に刺された傷は、思った以上に深かった。もう長くないって分かってたんだ。だから、ハンナキーに頼んで、AI 降臨で、じゃあ ID カードが必要って。九太郎さんになんで会えないのかって。もう九太郎さんの本体は死んで、新しい AI を作らないと、人形としての九太郎さんが、誕生しなかったから、なんだね。ダメだよ！九太郎さん！起きて！サラちゃんたちに会うんでしょ？ここにいたら、焼かれて死んじゃうんだよ！すまねえ。実は、手遅れみてえでよ。ハンナキーちゃんに、そう言われたの？嫌だよ！私のせいで、こんなの！泣くな。時間がねえぜよ。お前さんには、やるべきことが。一人じゃねえぜよ。人形がある。あんな気が協力してくれるぜよ。 ID カードさえ入手できれば、 AI 降臨で俺の人形を。それじゃあ、あなたは、誰にも知られずに、こんなところで死ぬ気なの？
最高のカモフラージュになるってよ。おかしいよ、そんなの。いいから行け、マイ。そんなそれじゃあ7番の棺に入ってたのは本物の九太郎さんだったんですか。中で焼かれて、多分。泣くんじゃねえ。ギン、お前さん、男だろ。サラを、カンナを、レコを、守っていかなきゃなんねえぜよ。仲間と共にな。今もお前さんのためなら死んでもいいと思ってる。何言ってるんだよ、ダメだよ。俺の幸運は心が弱かったことだ。本音を言えば何度も揺れたぜよ。全員を見捨てようと思ったことだって。それでもできんかった。優しさなんかじゃねえ。ただ折れちまったぜよ。誰かを見殺しにしてても生き残りたいって心が。だから幸せなんだ。お前さんたちの力になれて。ありがとうだ、ギン。九太郎さん、九太郎さん。
終わったな。人形たちも、すべて電池切れだ。すべて、舞ちゃんも、せっかく生き残ったのに、ケサロさんも、なんで。次が、お前たちにとっての最後のゲーム。優勝者が決まる。決まらないさ。うん？私たちは脱出してみせる。お前たちの思い通りにはならない。そりゃ楽しみだ。いぶしぎん。なんだ。しのぎ刑事。木づちかんな。はい。やぶさめれこ。そして、指導員さら。以上、5名で決勝戦を行う。それまでの間、じっくりと考えるといいぜ。お互いを出し抜く方法をな。ひどい話だよね。私なんかが一人だけ。舞ちゃん、舞さん、私それでも行きたい。九太郎さんやみんながくれた命だもん。きっと生き返します。私たちが。ありがとう、サラさん。待っていてください。最終章前編終わり。最終章後編に続く。現在のストーリーはここまでです。記録しますか。はい。もう、ああ、消えたらない。途中本当にもう鼻詰まりながら、もうボロボロに泣きながらやってたんで、お聞き苦しいところも多々あったかと思いますけど、いや本当に最後までご視聴いただきありがとうございました。最終章前編、もう1ルートあるんだよね。アリスさんとソウ君が生存しているルートが。たださ、ちょっと申し訳ないんだけど、多分今の精神状態じゃ最終章前編もう一ルートそのまま続けてやるの無理だわ。なのでちょっと気持ちを落ち着かせるためっていうのと、ちょっとキャラクターをもっと理解して楽しむために、
君が死ねには、その本編とは別で、生存島っていう別の、まあ、ゲームがありまして、そこでは全員が生きている世界線で、なんか無人島に流されてしまうみたいなお話らしいんですけど、そっちでね、ちょっと心を、なんとかしてちょっと回復させないと、多分私、できない。そう、最終章後編もね、まだちょっと出てないので、その生存島を挟んで、最終章前編もう一ルートをやって、それでもまだ最終章後編が更新されないようだったら、スチーム版の方でね、ミニエピソードとかがね、何個かあるみたいなので、それとかも遊んでいけたらなぁと思っております。ので、どういう感じになるかちょっとまだわかんないんですけど、引き続き、皆様よろしくお願いします。ということで、また次回、お疲れ様でした。キュー太郎さん、ありがとう。ランバルク、車田さん、早坂さん、あずちゃん、ひなこちゃん、ごめんね、ありがとう。Thank you.